吉谷さん、剣術の稽古が終わった後で、あれなんですけども、まあアリの話題もね、そうなんですけども、私毎日ね、こういうニュースが気になるんですよ。いいですか？女子中学生にみだらな行為、日本郵便社員の男を逮捕。なんか去年から3回やったらしいんですよ、これ。ってことは女の子も、まあ合意というかね、なんか自分の意思で言ってるってところもあるのかなと思っちゃいますけども、話題はそういうとこじゃないんですよ。このみだらな行為って何なんですかとかね、わいせつがなんとかとかね、乱暴とかね、なんか私イメージつきにくいんですよ、この言葉の違いっていうか。何なんでしょうね、なんか余計いやらしい。みだらな行為で、女子中学生にみだらな行為、もう何なんですかね、世の中。こうなんかこの人もね、後悔ないんでしょうね、きっとね。俺は中学生とやったぜって、もうそのためには人生棒に振ってもいいんだぐらいの思いでやったんじゃないですかね。そしてこの人はこれから服役するわけですけども、この私のね、再生数にチリと消えていくわけですよ。なんかね、そのひどい事件が多いなと思う中で、世の中って何ですかね、良くしようと思ってる人がいるのか、悪くしようと思ってる人がいるのか、それぞれに何か方便があるのか、ちんぷんかんぷんですね。まあ今回のタイトルは、女子中学生にみだらな行為とでもしたきましょうか。ただまあ今ちょっと YouTube のアプリ開いたらそういうのが出てきたんでね、言わせていただきました。これからナイト2000、車検で引き上げです。レッカーに入れていきます。いってらっしゃい。